ブーどうもあさるです今回は家庭向けの動画編集ソフトコーレのビデオスタジオの方に最新バージョンビデオスタジオ2021という製品がリリースされていますのでご紹介したいと思いますこの製品は毎年最新バージョンが出てくるビデオ編集ソフトで今回ご紹介する2021年モデルこの最新バージョンではどういったところが変わったかといいますと 今画面に表示するのがビデオスタジオの公式サイトの方になりますがこちらの方に新機能がまとめられており2021年バージョンの新機能としましては新しいテンプレートが追加されていたり AI ステッカーといって自動的に人物の顔を認識して顔に合わせてステッカーをつけたりあとは画像編集のようなエフェクトをつけたり撮影した後で動画の中にテーブル補正を追加したり これまでその他の動画編集と比べこのビデオスタジオはかなりもっさりした動作が欠点ではありましたがこの最新バージョンではパフォーマンスが強化されているとのことですですのでもうここまでの内容を見ていただくと分かる通り実はこれまでのバージョンからそこまで大きな変更はありませんただ個人的に気になっているのは今最後にご紹介したパフォーマンスの強化で 実はこれまでビデオスタジオを動画編集ソフトとして使ってこなかった理由が動作の遅さでした今回の最新バージョンでは動作が改善されているということですのでこの後実際に動画編集を行ってみて本当に改善されているかどうかご紹介したいと思います今こちらに表示する画面が実際に最新バージョンビデオスタジオ2021をインストールして立ち上げた状態になりますユーザーインターフェースにつきましてはこれまでのバージョンからほとんど変わっておらず 過去にビデオスタジオを使っていたという方にとってはおなじみのインターフェースになっています。この辺の画面のレイアウトにつきましても自分で後からカスタマイズすることができ、プレビュー画面は右側の方がいいという方はこの画面を右側に移動したり、この辺は自由にカスタマイズできるようになっています。基本的な使い方としましてはこのタイムライン上に編集を行う動画素材の方を読み込んでいきます。そして読み込みの方が終わりましたら、 実際にこれまでのバージョンもそうでしたがこのビデオスタジオ最新バージョンになってもやはり少し変わっているところとしましてはこの動画素材のところに音声波形が表示されないという仕様はこれまでから引き継いでいます自分のように何か言葉で説明しながら新しいサービスなどを紹介するというような撮影スタイルの場合音声波形が表示されないと何も話していない区間 音声のの波形を見ててカッットトしいいいくととう編集が行えまませんのでこれはかかななり大きなデメリットかと思いますただしこれはデフォルトで出ていないというだけで音声波形を表示する機能がないというわけではありません実際に音声波形を表示したい場合はこのボタンサウンドミキサーという音符のようなマークこのマークをクリックしますと少し見えづらいと思いますので拡大しますとこんな感じうっすらではありますが音声波形がこのように表示されます ですので何か喋りながら説明するという場合この波形が出ていない部分というのが何も喋っていない部分ですのでこの区間をカットしてどんどん詰めていきますと変な間が空くこともなくスムーズに話しているように聞こえますなので何か説明するような動画を編集される方の場合もこのビデオスタジオは音声波形を見ながら編集することができますので全く使えないというわけではありませんなおカット方法ですがまずはカットしたいところに カーソルを合わせておきこの状態でキーボードの S を押しますそうしますとこのカーソルがあるうちにこのように切れ込みが入りますあとは削除したい最後の部分でまた同じようにカーソルを持ってきておきキーボードの S そうしますとこちらにも切れ込みが入りますのであとはいらない部分を選択してキーボードの Delete で削除します削除しますとこのように間が空いてしまいますのであとはこの間を詰めます ですので切れ込みを入れた後選択して削除あとは間を詰めるというやや一連の流れがプロ向けの動画編集ソフトと比べると少し効率は悪いところありますが基本的にこのソフトは家庭向けそして動画編集につきましても初心者向けのソフトではありますのでなるべく複雑なことをできるようにするというよりは多少やりづらくても簡単に操作できることに重点を置かれているようです。そしてこうういったソフトでよく使うのが カットだけではなく、テルプの追加などもよく使います。テロップとは要は字幕のことで自分が話している音声を文字に起こして追加したり何か製品のスペックを文字で掲載したりという場合はこのテルプの追加がとても便利なんですがテルプの追加方法としましてはこの部分 T のアイコンがあるかと思いますがこの T のアイコンをクリックします。そうしますとここをダブルクリックするとタイトルが追加されますという文字がうっすら出てきますので 指示に従いダブルクリックして文字を追加することができます当然文字については日本語で入力することもできればあらかじめデフォルトのスタイルが用意されてきますのでそのスタイルの中から使いたいスタイルを選択してもいいですしまたこのスタイルは自分で好きにカスタマイズすることもできますそしてもう見ていただくとはこの通りきちんと文字につきましても縁取りを行うことができますのでこの辺も見やすい文字を入れることができますなお一度追加した文字につきましては 右ククリックでコピー、あとは貼り付けたい場所にカーソルを持ってきておきキーボードショートカットの Ctrl-V これで他の場所に同じデザインの文字を貼り付けることもできますまたこの文字のデザインは後から変更することもできて例えばこの境界線境界線とは要は文字の縁取りのことで現在は濃いめの緑で線が縁取られていますがこの線幅を太くしたり線のカラーを変更したり まだ現在は文字が斜めになっていますがまっすぐの文字にしたり太めの文字にしたり文字自体の色も変更したりあとはシャドウといって影を追加することもできますその他もっと文字を目立たせていただければこのように座布団という言い方もしますが文字の背景だけを塗りつぶしたりこういった特殊効果をつけることもできます入門者向けの動画編集ソフトではありますが 割とここののののテロップのカスタマイズははしており、この辺使いいやすいのではないいかと思います。なおこのように背景を塗りつぶしますとわかるとおり実はこの文字の縁取りにつきましても一重だけではなく二重に文字を縁取ることができいいかげとこの辺はプロ向けの動画イントートと同じような感覚で文字をつけることができこの辺はとても便利かと思いますなお現在は中途半端な位置に文字が入っていますがこの文字の位置につきましては好きな位置に移動することもできます ということで以上がこの最新バージョンビデオスタジオ2021を使って基本的な動画編集カットとテロップの追加を行う様子になりますあと最後は動画の書き出しとなりますが書き出しにつきましてはこの部分完了というタブこのタブを表示しますあとはこのような感じで書き出し際に動画のフォーマットを選択できるようになっていますので大方この H264 あるいは Empig4 など この辺で書き出すのが一般的ですのでこの辺を選択した上で「開始」というボタンが出ていますのでそのボタンをクリックすると動画の書き出しを行うことができるというのがこのビデオスタジオを使って動画編集から動画の書き出しまで行う一連の流れになります。あくまで家庭向けのソフトということで仕方ないといえば仕方ないんですがやや操作の簡単さに重点が置かれており自分のように例えばキーボードをカスタマイズして使いたいという場合 そういういキーボーボドショートカットのカスタマイズには対応していませんのでカットをしたければあらかじめ用意されているキーボードの S この S を使わなければカットできないデリートにつきましてもキーボードのデリートで削除はできますがこの部分を詰める機能はないようですので手動でこのようにずらして詰めていかなければいけないなど普段プロ向けの動画演出を搭載ている方にとってはやや面倒くさいところがあります。 またプロ向けでなくてもフィモーラなど家庭向けの動画編集ソフトでも割とカスタマイズ性の高いソフトがありますのでもし動画をとにかくサクサク編集したいという方の場合それに入れてなるべく簡単なソフトがいいという方そういう方はこのソフトよりもむしろフィモーラなど他の編集ソフトを選択した方がいいようにもいます。ということで今回は簡単ではありますが毎年最新バージョンが登場するコーレルの動画編集ソフト リデオオスタジオ2021年モデルがリリースされてきましたのでざっと動画編集をする一連の様子をご紹介しました正直なところはあまりおすすめできるソフトではありませんので購入しない方がいいように思いますが動画の概要欄には個人的にたまに使っていておすすめできる FUMOLA という動画編集ソフト販売ページのリンクが貼っておきますもし購入するならばそっちらの方が価格も安いですし機能も豊富に揃っていますので このビデオスターは自分でなくフィモーラーの方をお勧めします。その他のプロ向けの動画編集ソフトなど、もっと便利に使えるソフトの販売ページも動画の概要欄の方に貼っておきますので、各ソフト詳細が気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。